はい、ここからはナレーションで説明をさせていただきます。ごぼうですね。ごぼうを短冊切りに切りまして、火の通りがいいように中にね切り目を入れております。隣ではね同じようにお餅を湯がいております。焼かないで、我が家のお雑煮は茹でたお餅です。本来ならね丸餅を使うんですが、今年は丸餅じゃなくて普通のこの角餅にいたしました。お湯が、すまし汁が沸騰してきたら、ぶりを入れます。まずこのすまし汁の中には小芋、そしてごぼう、そして結び昆布で、隣のお餅が茹で上がりそうになったら最後にお豆腐を入れます。お豆腐は私は絹豆腐ですね。絹豆腐のこのつるっとした食感がお餅ととっても合って、さっぱりして美味しいので、だいたいお餅が茹で上がる寸前にお豆腐は入れております。このねごぼうとぶりと、そして結び昆布と小芋、お豆腐、この味が合わさって何とも言えないいい味なんですよ。ではもうちょっとで出来上がりそうですね。楽しみです。ちょっとね寝ぼけておりますので、カメラをこう片手に撮っておりますので、本当に、もう俯瞰撮影というのは難しいですね。なかなかこう固定して撮れば本当はいいんでしょうけど、そういった機材がないので、とりあえず手持ちで、やっております。はい。もう少しでお餅が茹で上がりそうですね。だいたい上にぷかーとお餅が浮いてきたらもう火が通った証拠でございますので、そうしたら お餅の火を止めます。茹で上がったお餅が上にふわーっと、ね、浮いてきたら火を止めて、そのままにして丼にねお餅を移す作業を次にねやっていきたいと思います。ナレーションって難しいですね。尺と喋りが合いませんちょっと間が持たない状況になっておりますまあしばしこの映像を眺めていてくださいませ。左のねお雑煮のお出汁はすまし汁、お醤油と、インスタントのカツオだしと結び昆布が入っております。それがお出汁としていい味。そして、煮立った後に入れた、ブリが、またこれねブリね、年末28日頃買ってきたもの、これくらいの大きさに切って、両面に塩を振りかけて、冷蔵庫で保存していたものですね。その塩加減が結構難しいんですが、その塩加減が多すぎると辛すぎて美味しくなかったり、足りなかったら物足りない味になったりするので、もうこれはもうね自分の、勘ですね。目分量でございます。なので、塩が小さじ何杯とか大さじ何杯とかいう説明がちょっとね、できないんです。はい、お餅が茹で上がったのでとりあえず火を止めますね。はい。で、丼、今からね丼を用意して、これなぜこのすまし汁を入れてるかと言いますと、お餅がねお丼にくっつかないように最初ちょっとねこうやっておつゆを入れております。出汁を入れてますね。そしてそこに茹で上がったお餅を丼に移していきます。私今年3枚お餅をいただきました。いい茹で加減ですね。食べるとスーッと伸びていい感じ、溶けてもいず、いい感じに茹で上がりましたね。はい。ではここから、まず小芋だとかごぼうをねこちらに丼の中に移していきます。お豆腐はもう最後ですね。お豆腐は壊さないように最後に入れます。ごぼうと小芋と結び昆布をこちらに移したら、今度はぶりを乗っけて、で最後にお豆腐を入れます。はい。こんな感じでしょうかね。昆布と小芋と結び昆布とお豆腐とぶりが乗っかっております。
見た目はねちょっとね茶色っぽい色ばっかりで青みがないですけれど、あえて青物は使っておりません。なぜかというととっても美味しいので、余計な味を足してね味を変えたくないので、で一応このように、ブリだけをお皿にどけておいて、そしてお餅の場所を確認して、でこのお餅がですお餅が3枚入ってるので、このブリをこうやって箸でつつきながらお餅の量と相談しながらいただいていくというわけなんですね。ではまずお餅をブリを今口に入れましたのでお餅をいただきたいと思います。まあ美味しいですね。半分ぐらい食べましたけれど、いいお味でした。はい、ごちそうさまでした。ということで、お茶を飲みましたね。こちらの湯飲みは昨年春に購入した軽井沢でのお土産でございます。軽井沢のお茶碗と茶卓を購入して、今年のお正月も使わせていただきました。では皆様、本日はなりわの動画ご視聴していただいてありがとうございました。またお目にかかりましょう。なりわでした。